はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。まったりとした午後をね、過ごしております。しかしまあ、ニュースないですね、ほんまにね。ニュースないということはね、世の中平和ということなんですけど、まあ平和の前にまずコロナがありますけどね。でもコロナ、毎日毎日ね、こう、ニュースにするほどのことはない、いいわけであってね、何人増えたなんて、もう風物詩になってるのはどうでもええやんという話ですね。東京とか何人とかって言われてもなんかもう、ああ、はいはい、わかりました、みたいな感じで。で、あれですね、そろそろ皆さん気にせずに街に出るようになってまして、今日も新聞読んでたら、その人混みが増えたからといって感染が増えてるわけではなくって、やっぱしその飛沫感染なんで、その声を出すとことかですね、叫ぶとことかですね、そういうところでクラスターは起こるんやというような記事が書いてありますね。だから満員電車でもですね、喋らへんかったら多分飛んでないんですきっとねまあそれはええとして、ニュースいきましょう。もうね、1週間ぐらい前に見たニュースでふーんと思ってたんですけど、忘れてました、これ喋ろうと思って。あれですね、ヤフーニュースに出てるんですけど、デイリーっていうのはデイリースポーツかな、10月7日ですね、こんな記事があります。辻元清美氏、安倍前首相から次は菅さんとやってくださいの苦笑エールを披露と。あの辻元清美ちゃんのキャンキャン呼ばはいますよね。この方、あ、ちょっと呼んでいきましょうか。大丈夫かな、今カメラがずれたんですけど前は、立憲民主党の副代表に就任した辻元清美衆議院議員が7日までにツイッターに新規投稿。安倍晋三首相と議員会館で偶然遭遇した際、安倍氏から次は菅さんとやってくださいと苦笑いでエールを送られた一幕を披露し、サバサバしてたなぁと近況について印象を綴った。辻元氏は6日付投稿で、議員会館の廊下で安倍元総理、これね、書き方が間違ってますね、安倍前総理と書かなあかんですけどね、あのもう一人変わったら元総理なんですけどねだからこの方の書いたそのままなんでしょうね。まあまあ、お里が知れてます。早稲田大学の教育士教育学士か教授だけど、安倍元総理とばったり遭遇と切り出した。その場の再現として同志はお疲れ様でしたと声をかけ、あれだけ激しくやり合ったので寂しいですねと、私、これ辻元さんですね、次は菅さんとやってくださいと苦笑いする安倍前総理といった言葉のやり取りを描写した、国会で激しくぶつかった両者だが、その時ばかりはノーサイド的な空気感があったことを踏まえ、辻元氏は安倍さんなんだかサバサバしてたなと振り返ったと。まあそれだけのことなんですけど、でこの何日か後にまたあのデイリーのデイリーのニュースでですね、安倍さんが自分の側近にですね、もうあの辻元さんからですね、キャンキャン言われる立場で亡くなったことをね、ホッとしてるというふうにおっしゃったらしいですねまあ、あの僕、国会中継なんか見てませんけどね、時々ニュースとかで見てると、もうキャン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 言うてはりますね、このおばさん、辻元清美さん。大阪ですか、大阪の選挙区で、あれですか、高槻市と三島郡だそうですけど、高槻市の人がね、ある程度入れるから、この人ね、比例でもね、復活するんですよ。ね、高槻市の人、入れへんかったらええのにって思うんですけどね。でもはっきり言って、この方は、あの日本のこう政治のために何の役にも立ってませんよ。しょうもないことをつき回して、キャン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 総理を責めてるっていうだけで、目立ちたいっていうだけの人なんですよ。で特に政治信条が何かあるわけではなく、要は自民党が嫌いというだけなんですよね見てると。で安倍さんのことはもっと嫌いみたいな感じ で細かなことをキャン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 言う。で言葉尻を捉えるのがうまいですよね、あの女性だけやって。それ付き合わされてる方はまあたまりませんよね。だから安倍さんがサバサバじゃあホッとしてるのもようわかります。なんともまあこういう方がね、連続当選してね、政治家をやってるということ自体ね、日本の政治のレベルがですね、あんなにいつまでたってもね、キャンキャンレベルで終わってるということなんですよ。
そんなね、桜とかね、あの盛りかけとかでやってるんやったらね、もっとね大事なこといっぱいあったでしょ。消費税を阻止するとかね、そういうことをせんと、ちょっとした相手のこう隙を捉えてキャン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 言うて、いかにも私やってますよみたいなこと言うてるだけのおばはんなんです。これ当選さすなよと思うんですけど、高槻市ってね、やっぱりちょっとね、どういうんかな、こっちで言うところのこう意識の高い人系が喜んで住むようなところですね。意識高い系みたいな。でも意識高いと言ってもね、もう自分でちゃんと物事が考えられるのか判断できるのかって言ったら、それはまたちょっと違うかもわかりませんね、高槻ね。でもね、僕らもね言えませんよ、大阪のことは。高槻の人アホやなって言えへんね。東京10区というのがあるんですね。東京ブロックか、東京18区か。さっきの辻元さんは大阪10区って言うのがあるんですけど、東京18区って誰が出てるかって菅直人なんです。史上最低と言われた総理ね。あの人がこの18区でやったって、武蔵野市、小金井市、府中市って、これいかにもね、見かけだけ意識高い人が住んでそうな場所でしょ。ここでね、菅直人一定のね、票を取るからね、あれなんですよ、復活するんですよ。ほんまに。入れるなよと思うんですけど、あんなもう、このおっさん罪深いのは、あれですよ、もうちょっとあれ邪魔してたら、僕ら今頃東京に住めなかったんですよ。まあ、わざわざ邪魔しに行って、福島まで。もうとんでもないですよね。ほんで、尖閣諸島で海保の船ぶつけたあの船長、自分の権限で検察に釈放せって言って、それが今に至ってるんですよ。その舐められてるっていうのは、このおっさんがですね、ああいう釈放とかやったからなんですよ。ほんまに。ああ、だからもう、なんていうか、この方が日本に何か貢献したというよりも、日本国の足を引っ張ったという方が大きいですよね。罪深いわけなんですよ。そういう方をですね、武蔵野市と小金井市と府中市の方がね、選挙になると投票してるんですよ。わなんでと思いますね。まあまあ、そんなこと言うたらね、もっと言うたらね、あれですよ、この前の都知事選挙で、小池都知事はですね、小池百合子さん、366万票も取ってはるんですよ。366万票ですよ。366万人の人がね、小池百合子って書いたんですよ。どういう、理解をしたらね、小池さんに投票できるんかと。まあ確かに他に入れる人おらへんっておらへんですけど、だって白票入れとけええやんって思うんですけどね。僕もあれの時は悩みましたよ、これ。小池さんなんか出てるとないけど、他に入れる人おらへんやんと思いながら、まあ、行きましたけどね。わざわざ小池って書きに行くことないやんと思って。どういう理解をして、認識をして、小池さん4年間何をやってきたかっていうのを、こう自分なりに考えて、投票した人が366万人。もう東京ってなんかものすごい、ばっかりやん、みたいな。そうなるわけですよ。そんな街に私たちは住んでるんですよ。こうやって見渡したら3人に1人はそういう人おるんですよ。3人、4人、1人かな。いや、怖い街ですよね。まあまあ、そんな言うたら日本国人そうなんですけど、いや、だからね、いろんなね、こう、情弱商売がね、流行するわけなんですよ。まあ、それでコロッと行かれる人がいるからなんですよ。いや、中学校でね、二次方程式教えるのもいいですけど、もっと基本的なこと教えろよと。物事はどうやって判断するんや、嘘はどうやって見抜くんや、ということをですね、もっとね、まあでもそんなん言うてもな、教師のレベル低いですからね、それも無理な話なのかな。まあ昔はそれは家庭で教えたんでしょうかね。少なくとも私は、父母から教わってる気がしますけどね、そういう基本的な、ことについてはですね、まあでも、今はそういうことをそもそも親が分かってないわけですから、投票所行ったら小池百合子って書いてしまうんですよね。あるいは菅直人って書いてしまうんですよね。辻元清美って書いてしまうんですよね。彼らがこう自分たちにとってどんだけ福利をもたらしたかという、あるいはこう日本にとって東京にとってふさわしいのかちゃんとしてくれるのかこう基本的に誰でもちょっと考えたら分かるようなことも判断できない人が大量にいるということなんで、これはまああれでよう考えたらね、ひっくり返るほどびっくりすることですよね。ちゃんと日本人ってね、90何%高校出てるんですよ。
中学校までの勉強をしっかりしてるだけでもかなり常識あると思うんですけど、ほとんどの人は高校出てて、半分ぐらいが大学出てるんですよ。 50% 近くは大学出てて、せやのに小池百合子って書く人おるんですよ。信じられんわまあそんな言うてもしゃあないんですけどね、はい、まあで辻元さんが安倍さんとねすれ違ってサバサバしたって、サバサバしてるみたいだって、そりゃそうやろって、あんたみたいな相手せんでええねん、ものすごい意味のない、国会での論戦をやらんでいいわけですから、それは安倍さんはすがすがしいでしょうね。総理辞めたこと のメリットの一つだと思いますね。しょうもないことやらんで、しょうもない答弁しないせんでええっていうのは、まあそのことを辻元さんは一生理解できないと思いますけどと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。